次に番匠照人議員の質問を許可します。番匠議員。一般質問の機会をいただきありがとうございます。それでは通告に従い順次質問いたします。なお30分を超えそうですので、会派で調整しておりますのでご了承いただきたいと思います。それでは1、今年度予算の執行姿勢についてお聞きいたします。今年度予算については当初予算において枚方市史上最大の予算を組んでスタートしたところ、スタートと同時に新型コロナウイルス対策に空前の補正予算を組んで今に至っています。ここまで議会での市長の一言ご挨拶に耳をそば立て、ホームページでの市民への市長メッセージを日々確認してきましたが、市長の予算執行に対する思いや姿勢が私には伝わってきません。ここ最近ではどこの誰を見て市政に臨んでいるのかな、枚方市は大丈夫かと市民からのお声をお聞きしております。そうしたことを踏まえて今日はですね、3つに分けて市長の今のお考えを市長の言葉でお聞かせいただきたいというふうに思います。それでは両学校1、当初予算からの変化について市長にお聞きいたします。3月12日の予算特別委員会で私は市長に今年度予算において市長が挑戦の姿勢を持って判断された事業を3つに絞るとすればという質問をさせていただきました。3ヶ月強経過しましたが、その3つに変わりはないでしょうか、お伺いいたします。次に両学校に新型コロナウイルスに関連する給付金事業についてとしましたが、今回は1人10万円の特別定額給付金給付事業について絞ってお聞きいたします。私は特別定額給付金給付事業において早く給付すること、誰一人取り残すことのないよう給付することが最も重要であり、それが基礎自治体の役割だと補正予算審議でお伝えしました。ところが早く支給するということにおいてはすでに市ホームページでは振り込みが遅延していることについてお詫びを掲載されています。そこで市長にあえてお聞きしますが、早く給付したいという思いをお持ちでしょうか。先ほどの野口議員への答弁でも少し私には伝わってきませんでした。また、全世帯対象と大変な作業であることは十分に理解していますが、なぜ予定していたスケジュールから大幅に遅れることになっているのか、お尋ねいたします。両学校3、当初予算に含まれる業務についてここでは働く者の代表という立場でお伺いいたします。コロナを理由にやむを得ず中止されているイベントなどを除いて、例えば道路や公園の改修、都市計画道路の整備、水道の耐震工事、浸水対策工事など当初掲げた業務執行を遅れることなく実施すべきと考えますが、遅れずに執行していこうという意思があるのか、これも市長にお尋ねいたします。次に2、小中学校事業における ICT 活用の方向性についてお聞きいたします。タブレットの配備については先日の教育子育て委員協議会では8月末ごろの中学3年生を皮切りに小学校1年生まで順次配備される計画だということは理解しました。改めて確認したいのですが、これによって何を目指そうとしているのか、長期と短期に分けて方向性のお考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。3、都市計画道路整備の状況についてお伺いいたします。現在長尾杉線、牧野長尾線、中堀片野線及び御殿山小倉線の4つの都市計画道路について事業が進められていますが、これらの早期整備の必要性については過去からも意見しているところでございます。
今年の3月の予算特別委員会においても、今後の都市計画道路の進め方について質問させていただきましたが、その際に、本市の都市計画道路整備について、国庫補助金の確保に努める、また事業スケジュールの工夫等により、限られた予算の中で早期に事業効果を発現させることも重要と考えているとのご答弁いただきました。そこでこの事業スケジュールの工夫によって早期に事業効果を発現させるという考え方は理解しますが、具体的にどのような進め方を考えておられるのか、お尋ねいたします。次に4、葛葉雨水貯留館などの浸水対策施設についてお伺いいたします。まず現在葛葉雨水貯留館は工事が止まっているというふうに聞いておりますが、現在の状況を教えてください。そしてまたですね、そもそも雨水貯留館施設をはじめとする浸水対策とは、市民の生命と財産を守ることとともに、その町を住むことのできる町にする、市長の言葉にすると選ばれる町にするための整備を進めていると私は考えていますが、市としての見解をお聞きしたいというふうに思います。次に5、枚方市における民泊事業の課題認識についてお伺いいたします。まず以前から私が市民にお聞きしていた周辺住民の課題としてはですね、民泊物件であることを示す標識が掲示されておらず、お客さんが突然ですね、隣の家を訪れることがあったであったりだとか、お客さんの騒音については事業者が深夜早朝問わず対応する必要があるとされていますが、対応しきれていないことがあった、ゴミが家庭ゴミとして捨てられていたのではないかと、捨てられているのではないかという指摘があった、法律では届出に際して周辺住民に対して事前に説明をすることが望ましいとされていますが、周辺住民への説明が十分になされていない、このような課題が私のところに届いていました。市としての認識と、またどのようにこれまで対応されてきたのかお伺いいたします。次に6、新しい生活様式への対応を起点とした市職員の働き方改革についてお伺いいたします。新型コロナウイルス感染症対策として第2波に備えて市職員の働き方を変える必要があるというふうに考えます。まず勤務体制は元に戻されたのでしょうか。また今後どのように考えているのかお伺いいたします。以上、1回目の質問を終わります。加納学校教育部長。次に、2、小中学校授業における ICT 活用の方向性についてお答えをいたします。今回タブレット端末を導入することの長期的な視点といたしまして、学習指導要領の方向性に示されている情報活用能力の育成などを踏まえ、一人一人の能力を最大限に引き出す教育が本市の目指す方向性でございます。短期的な視点といたしましては、タブレット端末を授業の中で児童生徒のより深い学びにつなげるツールとして活用すること、また放課後や家庭学習において個に応じた学習につなげること、さらに緊急的な状況時にはオンラインを活用した授業配信等を実施するなど、児童生徒の学びのために ICT 機器を効果的に最大限活用した取り組みを推進しております。山下土木部長。はい。3、都市計画道路整備の状況についてお答えいたします。比較的延長が長い都市計画道路の整備においては、限られた予算の中で先行して部分的に開通させることで地域の防災性の向上や渋滞緩和を図り、早期の事業効果の発現を考えております。現在事業中の長尾杉線におきましては、国道307号から第2京阪までの杉工区を先行して整備し、
開通させることで、現在渋滞が著しい杉一丁目交差点付近の渋滞緩和を図るなど、整備順序を工夫し、効率的、効果的に整備を進めています。白石上下水道事業部長。はい、次に、葛葉、碓井、貯留管などの浸水対策施設についてお答えします。まず、工事の現在の状況ですが、マシントラブルの原因調査および修理方法を検討するための土質調査などが完了し、受注者と施工方法や費用負担の割合について協議を進めている状況です。また、浸水対策につきましては、葛葉、碓井、貯留管などの大規模な貯留施設は、家屋の床上浸水や道路冠水などを軽減するなどの効果があることから、安全安心で快適な街づくりに寄与するものと考えています。白井保健所長。次に5、枚方市における民泊事業の課題認識についてお答えいたします。議員ご指摘の住宅宿泊事業に係る課題については、これまで保健所に寄せられた相談により認識しております。改善が必要な事業者には関係課とも連携し、指導を行っております。また、これから事業を行おうとする者に対しては、事前に周辺住民に対して、住宅宿泊事業を営む旨の説明を行うことを指導しております。藤原総務部長。次に6、新しい生活様式への対応を起点とした市職員の働き方改革についてお答えをいたします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取り組みといたしまして、職員同士の接触機会の抑制を目的に、4月20日から実施しておりました交代制勤務出勤につきましては、6月1日以降は緊急事態宣言の解除に基づき、通常勤務に戻しておりますが、同日以降、自宅勤務の徹底を図るとともに、妊娠中の職員などの在宅勤務などの取り組みについては、引き続き継続しておるところでございまして、今後においては状況を注視しつつ、国から示された新しい生活様式の実践例を基本に対処してまいりたいと考えております。伏見市長。当初予算からの変化についてお答えいたします。当初予算、当時にですね、ご答弁させていただきました、この予算にですね、非常に力を入れていきたいという項目でございますけれども、子育て環境の整備、また教育環境の充実、都市基盤整備のこの3つを挙げさせていただきましたけれども、このことにつきましてはですね、引き続き力を入れていきたいというふうに思っておりますし、また一方で、現在のこのコロナの感染拡大の状況においてですね、感染拡大の防止を図っていく、そして社会経済活動をですね、動かしていくと、これをもちまして、このコロナを絶対に乗り越えていくと、コロナの先へということで力を入れてまいりたいと考えております。続きまして、特別定額給付金給付事業についてお答えいたします。特別定額給付金につきましては、当初は、コンピューターシステムによる、郵送、それから、この国のですね、オンライン申請というこの2本が基本でございましたけれども、一日も早く給付しなければならないという思いから、申請様式のダウンロード方式を取り入れるなど、さまざまな工夫をしてきたところであります。しかしながら、5月下旬以降の申請書の返送が想定を超えたことなどから、事務執行に遅れが生じてきたものというふうに考えております。次に、当初予算に含まれる業務についてお答えいたします。本年度の予算執行につきましては、各種イベント開催経費や小中学校のプールの管理経費など、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず執行を見送る事業はございますけれども、非常にですね、本市としても重要な事業がたくさんありますので、これについてはしっかりとですね、執行していきたい。また
別の観点からもですね、この働く人々、この社会経済活動を動かしていくためにもですね、しっかりと執行してまいりたいというふうに考えております。万松議員。はい、それぞれご答弁ありがとうございます。それでは2回目以降の質問と要望とさせていただきます。1、今年度予算の執行姿勢について、両学校1、当初予算からの変化についてですが、再度市長にお聞きいたします。市長の今期掲げた3つの取り組みは重要な施策であるため、コロナウイルス対策にあたる一方で、施策の実現に向け取り組む考えだとご答弁がありました。では、3つ目の都市基盤整備については、予算特別委員会では、枚方市駅周辺再整備に力を入れるとされていました。枚方市駅周辺再整備事業における丸三街区への投資は順調に進んでいるとお考えでしょうか、お伺いいたします。伏見市長。三街区の枚方市駅周辺再開発事業につきましては、実施段階に入っておりまして、公民連携により必要な手続きを整え、年度内の解体工事に、年度内の解体工事の着手を目指しているところであります。しかしながら、コロナ禍により、再開発事業についても甚大な影響が及んでおりまして、同組合から支援の要望を受けているところであります。現在、その内容を精査し、対策の検討を行っているところであり、案がまとまり次第、議会にお示しする考えであります。万松議員。はい、枚方市周辺再整備事業は、連鎖的に進めていくものであり、丸三街区での足踏みが起こると、その後に大きな影響があります。都市効果を冷静に見極め、今後、市民への説明を市長の言葉でお願いしたいというふうに思います。ところで市長は、このコロナ後の近未来をどのようにお考えなのでしょうか。ピンチとお考えでしょうか。チャンスとお考えでしょうか。そしてそれに対して私たちの税金をどのように使おうとされているのでしょうか。総論的ではありますが、現状認識をお聞かせいただければと思います。伏見市長。新型コロナウイルス感染症は、市の行財政運営に対し、さまざまな影響をもたらすものと考えており、特に少子高齢化が進展し、市税収入の増加が期待できない中、さらなる落ち込みが懸念され、本市財政に与える影響は少なからず生じているものと考えています。そうした中においても、さらなる事務事業の見直しや選択と集中を行うという観点からも、また、ICT、これまでですね、進めてきているこの ICT の促進という面においてもですね、このピンチの中でもチャンスとして捉え、必要な改革をですね、進めていく大きなチャンスであるというふうに認識しています。万松議員。はい、ICT の導入促進などで、枚方市を大きく変革していくおつもりだというふうに私は、お聞きしました。私も、大きく賛同するものでございます。ぜひともよろしくお願いしたいというふうに思います。チャンスにしていきましょう。次に、両学校に新型コロナウイルスに関連する給付金事業について、特別定額給付金給付の件ですが、市長の思い、延滞している事情については理解しました。しかし、市長に早く届けなければならないという思いがあるにもかかわらずですね、市のホームページではお詫び文が掲載されている状況に対して、市長はこれまで同事業のことについて、市民へのメッセージがなかったというふうに認識しています。ぜひ市長から特別定額給付金を待ちわびている市民に対して、直接思いを伝えるべきだというふうに考えますが、市長、いかがでしょうか。伏見市長。特別定額給付金給付事業についてお答えいたします。新型コロナウイルス感染症に関わる私のメッセージにつきましては、主に市内の感染状況のほか、本市の支援方針、またそれを踏まえての市の独自支援策などを中心に、その対応の概要についてお伝えしてまいりました。特別定額給付金につきましては、私のところにも早期の給付を求める多くの市民からの声が届いております。私としてもこれまで誰も経験したことのないコロナ禍の状況の中で、
お一人お一人が乗り越えていただくために、早期にまた誰一人取り残すことのないよう給付するといった考えのもと、執行体制等に万全を期しておりましたが、結果として予定を大幅に遅れての給付となっていることに対し、大変申し訳なく思うところであります。今後も引き続き人員体制等のさらなる強化を図りまして、遅れを早期に解消できるよう、市が一丸となって取り組んでまいる所存でございます。万象議員。はい、ありがとうございます。ただいま直接市長から決意を聞かせていただきました。特別定額給付金事業は、コロナ禍の不安な市民一人一人に早く届けることが当然の市民サービスであり、そのためには基礎自治体の役割として市長が先頭に立って少しでも早く給付していただきたいと思っています。ぜひ市民の思いに寄り添っていただいて、誰一人取り残すことのないようよろしくお願いいたします。両学校さん、当初予算に含まれる業務については、コロナ禍における雇用の確保といった観点からも着実に予算執行に当たっていかなければならないと言っていただいたと思います。ありがとうございます。市の発注する仕事の向こうには働く人がいます。人には生活があります。人には尊厳があります。やむを得ないと言いましたが、イベントなどにも同様に働く人がいます。働く人から言うと、仕事が続けられることが何より一番重要です。それは市長の言う選ばれる町には当然つながってきます。効率的効果的という視点も含めて精査した予算でございます。市が発注する仕事にも市民の生活があると強く意識していただいて、引き続き予算執行をよろしくお願いいたします。次に、2、小中学校事業における ICT 活用の方向性について2回目の質問をいたします。先ほどの答弁では、長期的な視点として誰一人取り残すことのない、個別最適化された一人一人の能力を最大限に引き出す教育を目指していくというふうにされました。そうであるならば、それは何らかの事情で不登校できない、いわゆる不登校児童生徒も含まれると思いますが、お考えをお聞かせください。かの学校教育部長。はい、タブレット端末の導入活用により、誰一人取り残すことのない個別最適化された学びの実現に向けての取り組みを進めていくことは重要であると捉えております。個別最適化された学びにつきましては、これまでも日々の授業などにおきまして実践してきておりますが、今後はタブレット端末を一人一台配備することから、不登校児童生徒も含め、タブレット端末を有効に活用して、一人一人のニーズに合わせた学びに結びつけ、個に応じた学習や取り組みを進めてまいります。万象議員。はい、不登校児童生徒の全員の不安解消にはつながらないかもしれませんが、多くの子どもの笑顔には必ずつながるというふうに思っています。よろしくお願いします。そして短期的な視点としては、オンラインを活用した、授業配信を、実施していくとのご答弁がありました。先ほどの上野議員の質問では、オンライン授業の実施について、現在、新型コロナウイルス感染症に不安を感じて登校できないなどの児童生徒に対して、授業の様子を配信するオンライン授業を実施していると、また、7月1日からは、不登校児童生徒にもオンラインの授業ができるよう進めていくというご答弁がありました。ぜひともこれについてよろしくお願いしたいと思います。本日ですね、答弁いただいた、長期短期の方向性についてはですね、特にですけど、重要な、大切な整理だというふうに思っています。より広く共有していただきたいというふうに思います。で、オンライン授業についてはですね、授業の質の充実はもちろんのことですが、つい最近までですね、少々の熱があったらあっても学校や仕事を休むなんてどういうことやろうというような会話が普通に我々もしてきたというふうに思います。今時代が変わってですね、毎朝検温して平熱を上回れば休まなければならないという時代になっています。こうして休まなければならないことは大人にも起こりますし、子どもにも頻繁に起こります。備えや不登校児童に対してというレベルを超えて、日常的にオンラインの授業ができるよう準備を全速力で進めていただきたいと要望しておきます。次に3、都市計画道路整備の状況についてですが、
今後の都市計画道路の道路整備の進め方については一定理解しました。要望とさせていただきます。都市計画道路の整備は都市インフラ整備の中でも非常に重要な事業で、地元住民と市の信頼関係の中で進められていくものであるというふうに考えています。現在新型コロナウイルス感染症を理由にした、工事遅延がないよう十分な感染対策を行った上で、事業期間内に完成できるように整備を進め、財源の確保にもしっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。また現在取り組んでいる都市計画道路の中には御殿山小倉線もあります。現場状況から部分供用が難しい路線だというふうに、思いますが、子どもたちの通学路の安全確保や地域の利便性の向上に加え、地域防災性の向上につながる重要な路線です。着実に進めていただくとともに、本路線の早期整備を再度強く要望しておきます。4、葛葉雨水貯留館などの浸水対策施設についてですが、本市の安全安心に寄与するとの答弁でした。そうであるならば、これまで市で進めてきた雨水貯留施設には致命的なことがあると思うんです。それは市民が自分の目で確認できないことです。せっかく市民の税金を投入して整備しても、市民からはマンホールの蓋しか確認できないんです。施設があることも伝わっていなければ、市の魅力を高めるという観点では意味がないのではないでしょうか。言い換えると、安全は一定確保できたのに安心が確保できていないということにつながるというふうに思います。そこで具体的な提案をしたいんですが、結果的にではありますが、少し時間ができた葛葉雨水貯留館についてはですね、今後も子どもや地域の方が安全に見学できる施設に改良するなど、さまざまな取り組みが必要だというふうに考えますが、見解をお伺いいたします。白石上下水道事業部長。はい、議員お示しのように浸水対策施設をアピールすることは重要な取り組みであることから、これまでのリーフレットの作成や施設施工現場の見学会などに加えて、整備状況や貯留管内内部を紹介する動画作成や SNS の活用など見える化を検討してまいります。万松議員。はい、ぜひ推進をお願いいたします。また安心を確保するためにもう一つの取り組みとして、来年度に全校配布が予定されている枚方市防災マップの活用も可能ではないかというふうに考えます。市の取り組み、例えばこれまで整備してきた浸水対策施設などの情報を掲載することで市の取り組みを発信すれば、一定の安心確保にもつながるというふうに考えますが、見解をお伺いいたします。佐藤危機管理官。はい、来年度全国配布を予定しております枚方市防災マップにつきましては、平時における備えや災害発生時の適切な避難行動等を中心に掲載内容を刷新する予定でございます。今後記事内容を精査してまいる予定でございまして、その中で浸水対策施策等の情報の掲載についても検討してまいります。万松議員。はい、防災マップについてもぜひ推進をお願いしたいと思います。またですね、大阪府の河川室のホームページでは、雨水貯留施設の貯留量やポンプ場の稼働状況がリアルタイムに分かるようになっています。このように積極的に情報を見せることで、住民は避難を決断することにおいて、またですね、施設の存在を示すことにもつながる重要なことだというふうに考え提案としておきます。市民の安全と生命と財産を守るということに加えて、市の魅力を高めるという視点も持って、安全安心のまちづくりに取り組んでいただきますよう よろしくお願いいたします。5、枚方市における民泊事業の課題認識についてですが、先ほどのご答弁では私がこれまでに聞いてきたことが実際にあって、保健所としても対応されてきたというふうに聞きました。さてですね、今年3月以降の話になりますが、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大するにつれですね、大阪府からの外出自粛の呼びかけなどがなされてきました。こうした状況下においても、
複数の民泊業者さんはホームページ上で営業活動されておられました。まあ、そうした現実を聞きましたので、枚方市の方から営業自粛などの働きかけをしてはどうかと議会事務局を通してお伝えさせていただきましたが、その時の回答を再度ご確認させてください。白井保健所長。民泊を含む宿泊施設は社会生活を維持する上で必要な施設であることから、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく大阪府知事による営業自粛の要請の対象外となっております。なお保健所では観光庁からの通知等を踏まえ、適切な感染防止対策の実施について各住宅宿泊事業者に対し文書送付により逐次周知しております。番所議員。はい、枚方市内で登録されている民泊施設はですね、すべてが住宅地にあるんですね。緊急事態宣言下でも、での大阪府の自粛対象業種にはならなかったのは、感情的ではありますが非常に残念に思っています。大阪府の考えている民泊施設と枚方市内における民泊施設の実態が大きく違っているんじゃないでしょうか。自分の家の隣でですね、外出自粛が謳われているこの時期に知らない人たちが来て騒いでいたらと考えると、まだですね、お客さん来てなかったとしてもですね、ネット上で営業してたらというふうに考えると、どういうふうに皆さん思われるでしょうか。大阪府がどうあれ枚方市の保健所として自粛要請できなかったことは私としては残念です。いわゆる民泊新法第18条条例による住宅宿泊事業の実施の制限では、保健所設置士は政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるとされています。枚方市として民泊事業を制限する条例が必要だと考えますが、市のお考えをお伺いいたします。白井保健所長。はい、住宅宿泊事業法第18条に規定される事業区域や期間等を定める条例については、平成30年の法制公前の検討において、当時の住宅宿泊事業に対する市民からの問い合わせの状況などから、実施者や利用者が急増することは考えにくく、既存の取り組みの中で対応が可能であるため、事業の状況を見極めながら必要に応じて条例制定を検討していくものと整理しておりました。住宅宿泊事業の施行後2年が経過していることから、関係部署による連絡会議を開催し、現時点での課題等の共有を図るとともに、条例制定の制定の必要性についても意見交換を行ってまいります。番所議員。はい、今回実際にですね、コロナによって枚方市内の民泊事業の課題鮮明になったというふうに思っています。枚方市はいわゆるベッドタウンとして発展してきた町だというふうに思います。市民は笑顔で安心して生活できる環境づくりを最優先に求めていると考えます。町内での実験交換会を開催していただいて、条例制定の取り組みを推進していただくようよろしくお願いいたします。次に6、新しい生活様式への対応を起点とした市職員の働き方改革についてお尋ねいたします。先ほどのご答弁では6月1日から多くの職員が通常勤務に戻ったということでした。ところでですね、小中学生には全員にタブレットを配備して自宅などでも学習できる環境を整えようとしているのに、市職員は在宅勤務に対応したノートパソコンが、予算計上されていません。市職員には市役所も一定、職員同士の接触を避けることも必要ですし、熱が少しでもある職員は出勤できません。この考え方では小中学校とこの考え方は小中学校と同じではないかというふうに考えますが、見解をお伺いいたします。藤原総務部長。職員のパソコンにつきましては、各所属における業務内容により配備をしているところでございますが、今回の感染症対策において、
感染時の重症化リスクが高い職員については、研修用パソコンを貸し出し、在宅勤務においてもパソコンを利用した業務を行うことができるよう対応しているところでございます。今後は職場と同環境で利用できるモバイルワークが職場以外の場所における働き方改革の手法として有効であると認識をしておりますことから、その活用方法について検討をしているところでございます。番匠議員。はい、わかりました。それでは一方でですね、清掃業務など担当している職員をはじめとしてですね、在宅勤務では業務ができず、組織として何があっても事業を止めることができない、業務を止めることができない職場もあります。そういった職場への対応はどのようにお考えでしょうか。お伺いいたします。藤原総務部長。はい、議員お尋ねのような現業業務の担当職場など、在宅勤務の実施が困難な一部の職場につきましては、できる限り職員同士の接触機会を削減する観点から、勤務場所の分散や職場単位での時差勤務の実施により対応してきたところでございます。これらの場所におきましては、6月末までの間、引き続き同様の取り組みを継続することとしており、今後も職員同士の接触機会の抑制につながるような対応に努めてまいります。番匠議員。はい、ありがとうございます。最後に市長にお聞きいたします。これら職員の働き方を改革することは、市長のおっしゃる挑戦する自治体にもつながっているというふうに思います。私の3月予算特別委員会での質問に、市長は従来の発想にとらわれず果敢にチャレンジしていく自治体を目指して、職員に対してもさまざまな機会を捉えて伝えることで浸透させていきたいと考えている、とおっしゃいました。現在の進捗についてどのようにお考えでしょうか。お聞かせください。伏見市長。今回これまで経験したことのないような新型コロナウイルス感染症への対応として、市としてさまざまな取り組みを実施してきた中で、職員の働き方といった観点では課題が見受けられたというふうに感じております。引き続き本市の魅力向上、市民サービスの向上といった視点で、職員が公務に携わるようさまざまな機会を通じて周知していく考えです。番匠議員。はい、ありがとうございます。新しい生活様式を起点として在宅で勤務できる働き方にするためには、早急に業務改革を進めていただきたいというふうに思います。それにはですね、庁内情報のデジタル化も欠かせません。今回を絶好の機会と捉えて、先ほど市長から財政に少なからず影響があっても ICT 導入はしていくというふうなご答弁もありました。私もこの投資は惜しむべきではないというふうに考えます。とはいえですね、実際に在宅勤務ができない職場も少なくありません。そういった職場ではですね、今後も感染拡大防止の徹底はもちろんのことですね、職員の不安解消に向けた取り組みも進めてください。それにはですね、職員へのトップメッセージも含まれるというふうに私は思っています。笑顔の市民を増やすためには職員の笑顔が欠かせません。真の働き方改革により意識の高い、モチベーションの高い、挑戦する自治体に大きく変革していきましょう。市長、本当の思いを市民、職員にお伝えすることにもさらに注力していただいて、市民とともに市政を進めていただきたいです。それが市長の働き方改革ではないでしょうかとお伝えして、私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて番匠輝人議員の質問を終結します。